射出カートリッジを外したテーザー銃。二つの電極の間にアーク放電が発生している。警察用の X26 テーザーテーザー銃、またはテーザー銃はアメリカのアクソンが発売しているスタンガンである。テーザーはブランド。二つの小さなトゲが生えた射出体を発射し、標的となる人間の肌に突き刺さるようになっている。射出体の速度は秒速180フィート。砲執行機関外向けの製品の射程は15フィートに制限されており、警察官向けの製品の射程は35フィートとなっている。射出体と本体の間は細く絶縁された銅線でつながっており、本体から射出体の電極に電流を流して標的の人間を制圧することができる。テーザー銃の効果は、射出体の当たった部位における局所的な激痛と筋肉麻痺に限られている。標的が重傷を負ったり死亡したりした例もあるため、比較的致死性の低い武器とされている。2018年には少なくとも49人が警察官にテーザー銃を撃たれた後に死亡した。1993年、テーザー社が最初に発売したエネルギー兵器は警察用で逃げようとしたり、好戦的であったり、潜在的な脅威を持つ人物と対峙する際に、拳銃のような殺傷能力の高い武器に代わる対処法として提示されたものだった。2010年のポリス・ユーズ・オブ・フォース、TASERs and Others, Lethal Weapons という調査によれば、全世界で1万5000人の法執行機関員や軍、関係者がテーザー銃を使用可能武器の一つとして使うことを認められている。一方で、子供に対する使用の是非や拷問に悪用される危険性などについての論争が起きている。2009年にアメリカのポリスエグゼクティブリサーチフォーラムが発表した報告によれば、21世紀に入ってからの統計でテーザー銃を持つ警察官の負傷率が一切テーザー銃を使用しない場合に比べ 76% 低減した。テーザーインターナショナルとリック・スミス CEO は、ある警察の調査に基づいて、テーザー銃が2011年の間に7万5千人の命を救ったと主張している。より後の年代の学術的な研究でも、アメリカ合衆国内の警察官は、テーザー銃を使用することで、肉弾戦術で戦うよりも、低リスクで、唐辛子スプレーのような薬剤噴霧武器と、同程度の低負傷率を実現できている、とされている。しかし一方で、警察がこの電撃武器と他の武器を併用した場合の、負傷率は、警棒や噴霧武器を使用した場合より4、5倍高い、ともされている。1969年、アメリカ航空宇宙局の研究者だった、ジャック・カバーが、テーザー銃の開発を始めた。1974年、カバーはこの電撃武器を完成させ、トーマス・A・スウィフトの電磁ライフルの頭文字を取り、テーザーと命名した。これは20世紀初頭の小説のタイトルに由来する。ストレート・マイヤ・シンジケートが、ビクター・アップルトンという作家名を用いて書いた、トム・スウィフト。S エレクトリックライフルという小説の頭文字ジルから英語読みでテーザーとしたもの。主人公のトム・スウィフトはカバーの少年時代のヒーローであった。このテーザーパブリックディフェンダーは射出体を発射するために火薬を使用していたため、1976年にアルコールタバコ、火器及び爆発物取締局により火器に指定された。元テーザーインターナショナル CEO のパトリック・スミスは、テーザー銃に関連した訴訟の際、高校時代の二人の知人が、性器を失った合法な銃を持つ男によって射殺された事件が、テーザー銃開発の動機となったと証言している。1993年、リック・スミスとトーマス・スミスの兄弟は、テーザー社を設立し、彼らの言う、市民や、法執行機関がより安全に武器を使用できる方法を研究し始めた。彼らはアリゾナ州スコッツデールの施設でカバーと共に火器に該当しない
テーザー電撃制圧武器を開発した。1994年に開発されたエアーテーザーモデル34000は、犯罪者による悪用を防ぐ銃犯罪防止認証システムを搭載していた。これは、発砲時にシリアルナンバーが記載された小さな紙片を周囲に大量にばらまくことで使用されたテーザー銃が特定できるというものであった。ATF は、このエアーテーザーは火器ではないと認定した。1999年、テーザーインターナショナルは、神経筋、無能力化特許技術を使用した人間工学的な拳銃型の武器、アドバンストテーザー M シリーズシステムズを開発した。2003年5月には、パルス波形技術を使用したテーザー X26 をリリースした。2009年7月27日には、1回の装填で3発、撃てる X3 をリリースした。これは、新型のカートリッジ3つを搭載し、以前のモデルより、はるかに細い形状を実現した。2017年4月5日、テーザー社は、ボディカメラやソフトウェアなど他分野に拡大したことを、反映し、AXON社に改名した。2018年、AXON社から第7世代のテーザー銃にあたるテーザー、7がリリースされた。軍用バージョンの M-26 テーザーテーザー銃は2つの小さな投げ矢のような電極を圧縮窒素で発射する。電極と本体は細く絶縁された銅線ワイヤーで常に有線接続されている。カートリッジには体の電極と一発分の発射材が入っており、発射するたびに取り替える必要がある。発射された射出体は秒速180フィートで飛翔し、2つの飛翔体は7フィート、飛ぶごとに1フットのペースで距離を離し拡散していく。この結果、2つの電極が標的の体に少なくとも4インチ離れて当たり、両者の間に電気パルスを流す。標的の体には筋肉の自由を奪えるよう調整された電流が流され、標的は神経筋麻痺を起こす。実際には、テーザー銃の使われ方や、電極の食い込み、具合により、その効果は、局所的な激痛から、強力で、長期的な筋肉麻痺まで差が出ることがある。テーザー銃は使い方によらず常に標的に重傷を負わせたり死亡させたりする危険性をはらんでいるため、低致死性兵器として販売されている。またカートリッジは、射程別に、カテゴリー分けされており、最長射程のものは35フィートとなっている。法執行機関以外の消費者に販売されている製品は15フィートまでの射程のものに限られている。また、X26 は35フィートの射程能力があるが、実際には警察官は15フィートから25フィートの範囲に標的がいなければ、テーザー銃を使用してはならないとされている。電極は尖った形状で衣服を貫き、簡単に引き抜けないようになっている。旧型のテーザー銃では、糸巻き状にカートリッジに収まっていたワイヤーが飛び出す際に、先の電極を振動させ、分厚い服を貫通しにくくなるという問題を抱えていた。しかし新型の X26 や C2 では、パルス型にワイヤーが収納されるようになり、障壁を貫通する能力が向上している。テーザー7は、さらに信頼性の高まった2連発の製品になっている。従来カートリッジに収まっていたワイヤーは、発射時に電極側の糸巻きから伸びるようになり、飛翔時の安定性と正確性が向上した。また発射体が回転しながら飛ぶことでまっすぐ速く飛ぶようになり、2倍近くの運動エネルギーを持つように、なったことで、標的に刺さりやすく、衣服を貫通しやすくなった。微妙な角度からも、標的を制圧できるようにするため、発射体の電極以外の本体は、壊れて散るようになった。テーザー7 has a 93% increased probe spread at close range, where 85% of deployments occur.アコーディングツーエージェンシーリポーツ、また即座に電極に通電する技術が向上したことで、近距離でも
より確実に標的を制圧できるようになった。テーザー7ワイヤレスリーコネクッツ、ツーザークソンネットワークアラウリングフォーイージャー、アップデーツ&インベントリーマネージメント。テーザー銃は、警察官の安全を守る上で効果があるとされている。警棒や、唐辛子スプレー、またもちろん肉弾で標的と戦うよりも、はるかに射程が長く、警察官は、標的から、十分な距離を保って対応できる。カルガリー警察署の実力行使が発生した事件に関するカナダ警察研究センターの研究によれば、テーザー銃を使用することで、警棒や空拳を使うよりも、負傷率を抑えられる。これ以上の安全性を持つ介入手段は、唐辛子スプレーのみであるとされた。AXON社は2020年現在3種類のテーザー。コンダクテッドエレクトリカルウェポンズを法執行機関に提供している。テーザー X2 デバイスは2発同時発射式のテーザー9で射撃前の警告用に銃口部付近に電光を発生させる装置と着弾地を示す2本のレーザーポインターを備えている。テーザー X26P デバイスは単発式でAXON社の3つのモデルの中では最も小サイズである。テーザー7デバイスは3つの中でも最新のモデルである。2発の回転しながら飛翔する発射体を有し、また電線を発射体側から放出することで、より直線的な射撃が可能となっている。またアダプティブクロスコネクションにより、電撃の発生速度が向上し、より高い制圧性能を持つ。またアクソンのネットワークと無線で接続されており、テーザー銃を使用した証拠などを残せるようになっている。テーザー銃は低致死性武器であり、非致死性武器ではない。鋭利な金属製の飛翔体と高圧電流を標的に当てるため、誤用や乱用により、標的が重い障害を負ったり死亡したりする危険性が高まる。また製造者側では、他にもテーザー銃を使用するリスクが確認されている。子供、妊娠女性、高齢者、痩せ型の人に対する使用は、特にリスクが高まる。また心臓病や心臓発作歴、ペースメーカー利用者などの健康に問題がある人に、対しての使用も極めてリスクが高い。さらにAXON社は、複数回にわたり、テーザー銃を繰り返し、または、長時間、あるいは継続的に使用すれば、標的の安全は保証できないと警告している。ポリスエグゼクティブリサーチフォーラムは、テーザー銃による制圧時間は15秒を上回るべきではないとしている。また、以下のような場合、標的の重傷化や死亡といった副次的なリスクが高まる。ジョージア州フルトン郡地方検事のポール・ハワード・ジュニアは、2020年に、ジョージア州法の下では、テーザー銃は、致死性兵器であると考えられる、と発言している。2012年に、アメリカ心臓協会のサーキュレーション誌に発表された研究によると、テーザー銃は、心室不整脈、突然心停止、さらには死さえ引き起こすことがある。2014年、全米黒人地位向上協会のスコット X。SBL 議長をはじめとするコネティカット州支部は、テーザー銃が死をもたらす兵器であると主張した。ロイターは、2018年末までに少なくとも1000人が、警察官に、テーザー銃を撃たれた後に死亡しており、その事件のほとんどは2000年代前半以降のもので、あると報じている。この2018年中には、少なくとも49人が警察官に、テーザー銃を撃たれた後に死亡した一部のテーザー銃のモデルには飛翔体の他に直接標的に押し付けて電流を流すドライブスタン機能も搭載されている。これは射撃武器を持たない標的を麻痺させず痛みだけ与えたい時に有効であり、ゼロ距離で痛みにより敵を制圧できる M 度武器としての使い方である。例えば飛翔体のカートリッジを搭載し損ねていたり、すでに発射してなくなってしまっていたりする場合でも、テーザー銃を起動して、標的の体に押し付けることで電撃を与えられる。2011に、アメリカで発表されたガイドラインでは、ドライブスタンを、P
ペインコンプライアンスのために使用するのは避けるべきであるとされている。このガイドラインは、ポリスエグゼクティブリサーチ、フォーラムと、アメリカ合衆国司法省地域治安維持活動局の合同委員会が策定したものである。ガイドラインによれば、ペインコンプライアンスのために、銃を使用するのは、効果が限られ、むしろ標的との距離が縮まり事態が悪化する恐れがある。US ポリス&シェリフデパートメンツの研究によれば、管轄区域の 29.6% で、受動的に標的に抵抗し、逮捕に至るシナリオで、警察官と標的の身体的接触状態が、なくとも、ドライブスタンの使用が認められている。その中の 65.2% では、非暴力的な身体的接触も含まれている。ラスベガス警察の文書によれば、ドライブスタンは、テーザー銃を当てた部分に、局所的な、激しい痛みを引き起こすが、中枢神経には十分な影響を及ぼさない。ドライブスタンは、標的の自由を奪うのではなく、標的を管理下に置く助けになるかもしれないものである。カリフォルニア大学ロサンゼルス校、テーザー銃事件やフロリダ大学、テーザー銃事件は、大学警察が、学生に対し、ドライブスタン機能を使用した事例である。後者の事件で、フロリダ大学が提出した、被害届には、接触状態で、テーザー銃を、使用という言葉が見られる。アムネスティ・インターナショナルは、ドライブスタン機能を持つ、テーザー銃が、すでに管理下に置かれている標的に対する、ペインコンプライアンスのために使われたり、複数回、長時間にわたり、ショックを与えたりする潜在的な能力があり、本質的に乱用される恐れが高いとして、特に強い懸念を示している。2010年の調査によると、全世界で1万5000人の法執行機関員や軍、関係者が、テーザー銃を、使用可能武器の一つとして使うことを認められている。この調査は、アメリカ合衆国司法省が行ったものである。初期間で使用される、テーザー銃の数が増えるにつれて、法執行機関と容疑者の間に起きる、テーザー銃が絡んだインシデントも増加してきた。テーザー銃の利用に、倫理的な問題があるという論争は長きに、渡り続いているが、アメリカ合衆国司法省は同様の調査報告の中で、テーザー銃の使用が、使用者の警察官にはもちろん、制圧対象の容疑者にとっても利点があるとしている。ヒューストン警察の調査によると、テーザー銃を非致死性武器として使用した結果、労災申請数が最大 93% 減少し、容疑者の負傷率も最大 60% 減少した。また2009年にウェイクフォレスト大学が行った調査でも、テーザー銃を受けた容疑者の 99.75% が目立った障害が残らずに済んだというデータが出ており、ヒューストンでの研究を裏付けている。アメリカ北西部最大級の法執行機関であるシアトル警察では、容疑者の負傷率が 48% 低下する結果が出ている。他の地域でも、テーザー銃の導入後フロリダ州オーランドで 50%、テキサス州オースティンで 30% 容疑者の負傷率が低下した。これらの調査の中では、警察官の負傷率の低下も報告されている。法執行機関がテーザー銃を利用することの利点を挙げる研究が多数ある一方で、その問題点を指摘する研究も存在する。2010年のアメリカ合衆国司法省の調査によると、一部の警察官は、容疑者と遭遇した際に、テーザー銃を頼りすぎている節がある。そのような警官の特徴を、この研究では、怠惰な警察症候群と呼んでいる。一部の警察官があまりにもテーザー銃に頼りすぎたり、遭遇後あまりにも早い段階で使用してしまったりする原因については、調査が続けられている。ノースダコタ空軍州兵が行っている。テーザー銃のデモンストレーション。中央の人物が電撃を受けている。彼が倒れて負傷しないよう、脇の二人が支えている。警察官や、それを配置する、法執行機関員は、アクソン社が進めている、
テーザー銃の技術革新を体験できる専門訓練を受ける機会が設けられている。アクソン社は世界中の法執行機関に熟練したテーザー銃手によるテーザー銃訓練機関を設置するよう進めている。テーザートレーニングアカデミーではテーザー銃を使った戦術、テーザー銃のメンテナンス、データ報告、賢い使い方の訓練を行っている。コンピューター科学者、ノエル・シャーキーは、2016年12月に、ウォール・ストリート・ジャーナルで、ノースダコタ州の警察が、催涙ガスとテーザー銃を装備した、無人航空機を使用することを発表した、と報告している。テーザー銃を撃たれた後に死亡した人間については、たびたび興奮潜毛、すなわち潜毛や、精神運動性激悦、不安状態、幻覚、言動の乱れ、暴力的な気候、痛みに対する無感覚、高体温、旅力の増大といった様々な症状が組み合わさった状態であると診断されることがある。興奮潜毛の状態にある人間は、警察による拘束やテーザー銃の使用などにより、心停止や呼吸困難を起こし突然死する場合がある。主に重度の精神障害を持っていたり、常習的な薬物乱用、特にコカインなどの精神刺激薬を使っていたりする男性が興奮潜毛を起こす人間の主要な割合を占めているとされる。アルコール離脱症候群や頭部外傷により引き起こされる場合もある。この興奮潜毛という診断傾向については論争がある。近年では複数の観察医が主に検視の際の除外診断の結果として興奮潜毛を死因の一つとして認めている。学術的には興奮潜毛に関する議論は法医学の文脈に限られており、生存した患者の観察データが限られているという問題がある。この点においていくつかの自由権運動グループは容疑者を監禁し死に至らしめた法執行機関が興奮潜毛という死因を言い訳と免罪符として使っており、しかもそれは、容疑者個人を煽り拘束する、陰謀あるいは残忍性のもみ消しである、可能性があると主張している。Also contributing to the controversy is the role of Taser device used in excited delirium deaths. アメリカ精神医学会が発表している、精神障害の診断と統計マニュアルには2010年時点で、興奮潜毛に関する記述が見られないが、全米観察医協会やアメリカン、カレッジ・オブ・エマージェンシー・フィジシャンズは2009年の白書で ICD-9 内に興奮潜毛にあたるものが存在していると述べ、その存在を認めている。アメリカンカレッジ・オブ・エマージェンシー・フィジシャンズは興奮潜毛が法執行機関の強制力使用の言い訳のためにでっち上げられた症候群であるという説を却下している。子供に対する、また学校内でのテーザー銃の使用については相当の論争が繰り広げられている。2004年、フロリダ州マイアミの6歳の男子の両親が息子にテーザー銃を使用したとして警察を告訴した。対して警察は当時男児がガラスの破片で足を傷つける恐れがあり、それを止めるのに最も有効だったのがテーザー銃だったと供述した。しかし、男子の母親は CNN の取材に対し、関わった3人の警官は男子を思いとどまらせるのに十分な余裕があったと語っている。また同じ2004年、フロリダ州マイアミデード郡で12歳の女子が学校を休んでアルコール飲料を飲み、警察から逃げようとして往来に飛び出しそうになる事件が起きた。この時女子を追っていた警察は、テーザー銃を発射して、彼女を制圧し、自動車にはねられる事態を回避した。2008年3月、11歳の女子が、テーザー銃で制圧される事件があった。2009年3月、ミシガン州の15歳の男子がアルコールを摂取して、興奮潜毛を起こし、テーザー銃を撃たれた後に死亡した。警察は、テーザー銃は筋肉を麻痺させるためだけに、製作されているため、子供や高齢者に対してであっても、
殴ったり覆いかぶさったりする他の制圧法より安全であると主張している。一方で、テーザー銃反対派は、薬剤の投与を受けているなど標的となる人物の健康状態とテーザー銃が影響をし合い、ひどい場合には死に至る危険性もあると批判している。また同時に、子供、特に小児へのテーザー銃使用は残虐で、乱用的な虐待にあたり、不必要な懲罰であると批判している。国連拷問禁止委員会の報告書によると、委員会は極度の痛みをもたらすテーザー X26 の使用が拷問に相当する恐れがあること、また信頼できる複数の研究や実用後に起こった事件が示しているように死亡事故を起こす恐れがあることを憂慮している。アムネスティ・インターナショナルも、アメリカの警察や刑務所でテーザー銃が、個人に激しい痛みを味わわせるために使用される恐れがあるとして大きな懸念を示している。サウスカロライナ州のモーリス・カニンガムという人物はランカスター軍交流センターに収監されていた際、2分49秒にわたり継続的にテーザー銃で制圧され、医務官によればそれが原因で不整脈を起こし死亡した。当時彼は29歳でアルコールやドラッグも摂取していなかった。テーザー部長のトム・スミスは、テーザー銃で痛みを与える能力が、潜在的に拷問に使われる恐れがある、という主張に対し、現代の警察のニーズを国連が理解しておらず、ペッパースプレーの痛みは何時間も続くし、警棒で誰かを殴れば、手足が折れてしまうし、火器を使えば、永久に残る損傷を与えるし、殴る蹴るもそうだが、これらの手段は痛みを与えるためのものであり、対して、テーザー銃は、痛みを与えることを意図していない。これは、対決を止めるためのものなのだ。それが終わったら、終わりなのだ。と反論している。ありがとうございます。